全国高等学校情報処理競技大会は全国商業高等学校協会が主催し毎年7月の最終土曜日に千葉県内で行われる情報処理の全国大会である平成25年度で第25回を数える第17回大会までは全国高等学校プログラム競技大会という名称であったまた開催場所もまちまちであったが 第20回から第24回にわたり、千葉商科大学で行われた。しかし、第25回は再び場所を変えて、同県の明海大学で行われた。情報処理教育の振興を図る事業の一環として、実施する。出場条件は、以下の通り。なお、各都道府県で実施される、県予選大会で、団体優勝した学校が、各都道府県を代表して出場する。 全省情報処理検定試験1級程度の出題範囲とし、出題は次の2部門に分ける。現行のこの問題構成は変更により第22回より採用されているものである。筆記試験による個人の得点を基準とし、団体賞及び個人賞を決定する。各部門40分、に部門合わせて80分とする。審査委員会を設けて審査をする。 成績優秀校には、賞状と賞品を授与する。なお、個人の成績優秀者も表彰する。また、当日参加した全員に参加賞を贈呈する。ありがとうございます。